できる程度で、飲みたいので、いっぱい飲むとかじゃなくて、たしな楽しんで飲んでお話ししてみたいな、トークバリバリしてみたいな、飲むより、まあ、トーク中心ですよみたいな。そういえばいつの間にか私のサブアカのフォロワー数200人ぐらいいて、ちょっとびっくりした。サブアカだからさ、そんなつぶやかないんですけど、ちょっとサブアカ使ってこうかなって、もったいないんで、好きなことつぶやけるのがサブアカにしとこうかな。まあ一応ショールームのなんか告知用とか、お礼画像用とかのやつなんですけど。あ、ウエヌル、ウエヌルさん、ファンデベロップ、ありがとう、こんばんは。サバサンさん、ご直感と、ありがとうございます。シゲブラクチャ、こんばんは。見逃すから告知はしてほしい。え、何の見逃し？何の見逃しだ？ショールーム？こないだの事前番組？ああ、こないだの事前番組ね。私も忘れてた。ごめんごめん。私も完全に忘れてました。すいません。そうだよね。毎回忘れないつもりだったんだけど、今回忘れてた。16。ほんと申し訳ない。ダッチさん。あれ、ダッチさん名前が短くなってる。お伝えきさまです。めっちゃカンペ読んでた？あ、めっちゃカンペ読んでるように見えた？ああ、でもカンペは読んでた。そう、めっちゃカンペ読んでるように見えたか。それは失敬、申し訳ないです。タチさん、デイリーと50カウント、ありがとう。じゃあ、なんで OK 出されたんだろう、あの時。ね。タチさん、デイリーと50カウント、ありがとうございます。まさかそんなとこを指摘されるとは思わなかったわ。すごいですね。みんな純粋に見てくれてるだけだと思ってた。かゆ。ティーちゃん、ファンレベルアップ、ありがとうございます。つつかにたべいこん。はにかんでいこん。プルルピョコピョコさん、こんばんは。ティーチャーファレベルアップ、ありがとうございます。カンペね、一生懸命カンペじゃないとこ見てるつもりだったんですけど、カンペ見てたかもね。まあいいや。でも OK 出されたんで、それで。さすがにもう一回撮り直してくださいなんて言えないですしね。てちゃんはレベルアップ、ありがとう。よびちゃんセミコーチュ、ありがとう。あれ、いつ放送だったんだろう。マネージャーさんからも何も連絡来なかったしな。ね、まあ自分が覚えておかなきゃいけないですよね。
マリンドリーム。マリンドリーム。6月上旬。6月上旬って書いてあったんだ。6月上旬って書いてあったわ。6月上旬って書いてあるね。連絡来てたんかな？マネージャーさんの方に。いや、来てないよな。いつ放送って聞いてない気がするんだけど、私が聞いてなかっただけなのかもわかんないんですけど、6月上旬って書いてあったから、いつ放送かっていうの聞いてなかったな。申し訳ないわ。ガチャにみょんぷちゅっちありがとう。連絡が来てなかったですね。そう、上旬って書いてあって、まあ多分連絡取り合ってるのがマネージャーさんなんで、まあさすがにほら演者さんと、私が一人でやってるんだったら私が連絡取り合うんですけど、マネージャーさんがいるのでね、そっちに多分連絡来てたと思うんですけど、上旬に会ったん、いつ会ったんだろう。週末は今週末の15時から。あ、そうなんだ。なんか結局静岡放送さんのやつももら動画もらえるとか言ってもらえてない気もするしな。もらった覚えないんだよな。ガチャアニメオンプチュチュとタコチュー。ありがとう、タコチュー。Thank you, タコチュー。あれ。ヒョンベンウェ。実質14時46分から3分ね、3分ぐらいね。ふふふ。美味しそうなもの食べてる。釣り具アップしてた？嘘。動画もらった動画アップしてたっけ、私。ブラックチャカタコチュありがとうございます。 Thank you。 美味しそうなもの食べて、これはチータラです。
ヒロさん、こんばんは。50巻と完了です。ありがとうございます。番組は週末の15時から見てください。ちな、私は出てないですが ちなみに私は出てないですが、皆さんこんばんは。50巻の完了です。あちおかしさん、こんばんは。ありがとうございます。どうなんだろうね、なんかそこら辺グレーだよね。私出てないじゃないですか、番組には。みんな私は告知した方がいいのかし、難しいですよね。事前番組は告知したかったですね。マジで私もそれは思う。事前番組の告知はしたかったよ。だって出てるし。めっちゃカンペ見てたっぽいけど。私も見てないもんだって。これもうさ、全然違うんだけど。サブアカにさ、お酒飲んで喋るお仕事したいなーっていうのをつぶやいたら、ラーメン屋さんバージョンって言われて、ラーメン食べたいなんて一言も言ってないしと思って。コムちゃんさん、黒三連目50巻とありがとうございます。ラーメンはね、静かに食べたいよね、正直。まあね、お仕事になるんだったらいいけど、お仕事になるんだったら全然いいんですけど、正直静かに食べたよね、ラーメンって。黙々と食べたいよね。ラーメンのイメージはね、抜けないと思う。だって私永遠にラーメン食べてるしね、今でも永遠にラーメンは食べてます。全然別にイメージ抜けなくていいんですよ。だけども、そういう違う話をしてる時に違う、そのラーメンとか持ち込むのは違うと思うんだよね。全然違うって思う。思ってたコメントとちゃうなと思ってがっかりするね。がっかりっていうか、そこ違うやろみたいなのね、あるよね。わかんないけど、私のそれはやさぐれた気持ちなのかわかんないけど、トーク番組がしたいなんて一言も言ってない。お酒が飲みながらって書いてあるんだから、お酒の話してんだからラーメン持ってくんなよって話やん。プサアニメオンプチュッチュ、ありがとう、 Thank you。 なんかトークテーマに沿った、トークテーマっていうか話題に沿った話をしてる時に、全然違うような話題、全然違うような話をされると、本当になんか、いや逆にすごいよね。私は逆にすごいなって思う。え、どこで、なんでその話をするんだろうって思う。逆にね。メンタル強いよね。心強いよね。今その話するみたいな、あるじゃん。全然今の話題とちゃうやんけんみたいな。
プサファンファン募集中、ありがとう。チョンコちゃんファネベラップ、ありがとうございます。うちは何でも肯定するような人間じゃないから、嫌なことは嫌って言うし、自分が嫌だなって思うことは顔に出るし、それが嫌ならまあ理解、それを理解できないんだったら、まあさ、もうそれは仕方ないと思う。そういう性格変えた方がいいかもしれないけどね。いつか分かってくれる人がいると思うからね、この性格を。プーさん50カウントと音符までありがとうございます。人間褒められて伸びるじゃないですか、まあ、怒られて伸びる人もいるかもしれない、ド M の人とか。不器用なその性格が好き。 あ、不器用対応ですからね、私は。あと、なんて言うんだろうな、まあ言わないでおくわ。私はガチ恋はいらないな。ガチ恋勢いないよね、さすがに。まあ、さすがにこんなね、その不器用な、やさやす不器用な性格。ティッチャン2週とデイリーと50カートポッポありがとう、やすび。こんな性格の女に、ちょっとあくびしちゃった、ごめんなさい。まあガチ恋勢はいないと思ってるんですけど。だいたいガチ恋を生むものってやっぱ中毒性があるものじゃないですか。まあガチ恋がどこからがガチ恋なのかは分かんないんですけど、ガチ恋勢とか本当にいらん。求めてないんだよね。純粋なファン、純粋な応援してくれる人、まあ難しいかも。逆に難しいよね、それって。純粋に応援してくれる人、純粋に、なんて言うんだろう、のりさん、こんばんは。スノースノーさんにいつもお世話になっているので、お礼のカウントです。ありがとうございます。 いる？前振り。大滝ちゃん、こんばんは。あれ、こんばんは。ありがとうございます。配信者かな？違った。配信者さんかと思った。配信者じゃなかった。すごい。なんで俺、スノースノーさんにお礼じゃなくて私にお礼が来るんですね。シゲルブラックチャーフルフルフルコーチ、フルコーチをしないかんセット、ありがとうございます。タルポンチョマネベルアップ、ありがとうございます。メガネ、タロッポン、久々だね、こんばんは。ヤビーちゃん、フルフルフルコーチ、フルコーチをしないカウントセット、ありがとう。こういう時どう反応すればいいか分かんないんだよな。誰々さんにいつもお世話になっているので、お礼のカウントですとか言われたら、どういう反応すればいいのか分かんないよね。
多分自分のためにだってカウントしてるわけ、自分のことを応援するためのカウントではないわけであって、私配信してないので。だけどさ、でもさ、すげえ困る。どう反応すればいいか分かんないんだよね。だって私に向けてのカウントではないじゃん。正直言ったら私に向けてカウントしてるわけじゃないから。まあ配信どうする、どうが何が正解なんだろうね。どう反応すればいいのが正解なのか全然分かんない。ちなみにガチ恋勢に何かトラウマでもあんの？いや、ガチ恋がどこからガチ恋なのか分かんないけど、やっぱりファンにトラウマは何個かありますよ、私の中で。だから配信してない、スノーさんが配信してなかったら、まあお歳暮でも送ればいいんじゃない、スノーさんに。 スノーさんの、まあ、ツイッターとかインスタとかのコメントに「ありがとうございます」とかお礼言いに行けばいいんじゃない。分からん。私はどう反応すればいいの、その時じゃ。むずくない？なんか第三者やん、もはや私って。そうなると。第三者じゃん。むずい。前振りがなかった、普通に50カウントお届けしますとか言ってくれたら、普通に純粋に「ありがとうございます」って言えるんだけどね。捉え方が多分さ、考え込みすぎてるのかもしれないけどね、捉え方に。私のさ、普通に純粋に50カウントしてもらえた、やったって取り上げればいいんだけど、やっぱ私深く考えちゃうんだよね。だから多分私はアイドルになりきれないんだな。アイドルという職業が多分向いてなかったんだなって、ふつふつと思います。嘘つけねえから。 まあ嘘つくことも多々あるけど、そんななんか嘘つけないタイプだからさ、多分アイドルっていう職業向いてなかったんだろうな、2年ぐらいやったけど。ふうすけさん、こんばんは。多分アイドルだったら「ありがとうございます」って言って終わるじゃん。でも私だとこうなっちゃうわけじゃん。どう反応すればいいか分かんない。あれもんさわれもこれです。これ氷結のトーレモン、それでいいんじゃない？ インかしや、インかな。だからアイドルに向いてなかったんじゃないかな、ロッソさん。本当にね、嘘ってどうやってつくの？いや、嘘を一個もついてない、みんなに嘘を一個もついてないって言ったら、そんな嘘やん。逆にそれは嘘。みんなに嘘なんてついてないよ、私はすごい素直だからとか言ってたら、それは嘘。誰しも嘘ついてる。誰かしらに。一個ぐらいは嘘ついてるでしょ。あーねえ、堅揚げポテトの淡路島の極み。極み玉ねぎ味おいしいよ。売ってたわ、コンビニに。あれに売ってた、セブンに。私も買おうかなって思ったんよ。いいんじゃな、あの素で。いいんじゃな、あの素で。風助さん、こんばんは。
ふすけさん、電話番号認証されてないので、マイページアカウント設定から電話番号認証よろしくお願いします。お願いします。いいのかね。わかりません。私も媚び売りたい、ファンの方に。ファンの方、スタッフの方に媚び売るような、媚びが売れるような、なんて言うんだろう。私多分あれに出れるよね。上田と女たちみたいな。わかる？あの番組。あのすっごい、ゆうさんじゃねえや。めぐみさんとかさ、若槻千夏さんが出てる。あと大久保さんとか、いとうあさこさんとか出てるやつか。いとうあさこさん出てないか。ねえ。自分自身騙してもしょうがない。そうよな。みんなは純粋にコメントを打ってるかもしんないしのに、私がさ、そうやってなんか深読みとか、そういうなんかなんか内容証明出してくださいみたいな感じなこと言ったら、みんなは不快な気持ちになるかなと思って。私そういうの後から、その配信終わってから後から、うわあの話とか、あの時なんであんな風に突っ込んじゃったんだろうとか、あの話しちゃったんだろうとか思うんだよね。だからそれ多分さ、それはさ多分自分の考えすぎで、みんなは多分そんなこと全然1ミリタイプとも思わない、わかんないけどね。みんなもなんか思ってるかもしれないけど、すっごい考えるんだよね。結構考えるんだよね。後から後悔すること結構多いんだよね、言ってから。でも言ってから後悔だからね、なんであの時言わなかったんだろうっていう後悔よりかは、まあいいかもしんないと思って、ね、反省会しますよ。私ちゃんと反省するからね。ちゃんと反省会してるんだよ、一人で。だって一緒に反省会する相手いないから。だから今回だって、そのみんなは、私がなんかどういうふうに思ってるのか分かってないかもしんないけど、その告知ができなかったことを本当に申し訳ないなと思って。本当に寝る間もずっと考えて、朝になっても考えてとかあるからね。もう1週間ぐらい考えるんじゃない？電話番号認証しないと現れてダメなのかい？電話番号認証してもらえるとありがたい。配信者からしたらね。配信者からしたら電話番号認証されて、してもらえると、そのみ、あの今電話星認証しないと訪れてダメなのかいっていうコメントさえも、配信者にとってはポイントになるんですよ。隣に支援ゲージ、目標支援ポイントゲージがついてると思うんですけど、そのポイントに1ポイント加算されるんですよ。その風助さんの誰なりのダメ、あのコメントが。コメントがポイントとして加算されるから、配信者としてはすごく、それも応援、すごいポイントというものはすごい応援になるので、してもらえるとありがたいなって思ってます。どうしてもしたくないんだったら別にいいけど、どうしてもしたくないで、コメン、あの電話番号認証しないで喋ってたらコメントを飛ばします。はい、すいません。それは電話番号認証してる人としてない人の差でございます。すいません。私はちゃんとはっきり、差をつけます。他の子はそんなことしないかもしれないけど、私はしますから。大事ですよ。だってさ、言わない子多いよ。正直言ったら電話番号認証してくださいっていう、何回も言う人あんまいないと思う。私は電話番号認証してないたんびに言うから、まだしてないんですかとか言うから、まあ突っ込む子は多分少ないと思います。だから言われるが、言われているのがなんかなんちゃらって言うじゃないですか。ほら、怒られてるのとか言われてるのがなんかまだいいと思えみたいな。もう言われなくなったらもう見捨てられてるのと一緒だよって。もう言われなくなったら終わりだよみたいなこと言うじゃないですか。怒られなくなったら終わりだよとか、あれ急に怒られなくなったなとか、なったら終わりだよって言うじゃないですか、よく。
メロン猫さんこんばんは。了解頑張って。ありがとうございます。じゃあ電話番号認証する気ねえな 電話番号認証する気ないことを確認したので、通報コメブロいつかし次来たらしますね。さよなら。あ、外からお星様ありがとうございます。カニ食べ行こう。カニ食べたいよ、ダッチさん。ダッチさん、カニ食べたいよ、ユリアちゃん。ね。ダッチさんいなかったらウケるよね、独り言。ダッチさんだけカニに関してなんか反応してくれたから、ちょっとダッチさんに言ってみよう。カニ食べたいよ、ダッチさん。お、ゆっちゃんファンレベルアップ、ありがとうございます。きっぱりのなきちゃん らしくていいよ。でもさ、やっぱ可愛らしさ、やっぱ女性には可愛らしさを求めるのが男性じゃないですか。でも正直言ったら私はアイドルじゃないので夢を見させることはないかもしれない。でもアイドルをさ、卒業したからって好き勝手やっていいって思ったらお門違いですからね。そのアイドルをけなしていいとかマジでないんですよ。カニをもらえる意味あるのかな。どうなんだろうね。カニカニ。え、でもカラオケイベってさ、ワンちゃんなんかギフトで海鮮ギフトとかもらえるんじゃなかったっけ。違ったっけ。ちょっとわかんねえや。マシャパンお月様です。こんばんは。大丈夫。カニ自分で買って食べるよ。カニカマでいい。カニカマで我慢する。カニカマで我慢するよ。ソサリちゃんファンレベルアップ。ありがとうございます。前ファンの方がカニをね、送ってくださったんですよ。女の子が。女の子に、が送ってくれたんですよ。多分カニ5杯ぐらい送ってくれたの。もう本当に美味しくて、でなんかカニ、最後のカニのガラで作るカニ汁のレシピまで送ってくれて、そしてなんとなんと私が好きなもちまる日記っていう猫ちゃん YouTuber、 猫ちゃん YouTuber の、その紙コップとかお皿とかそういうのも送ってくれて、もう本当に愛されてた。女の子ありがとう。ゆうちゃんおつたき様、俺にもカニを送ってくれるファンがいないかな。でもゆりあちゃんはこれめっちゃ好きですよ、このカップ。タロポン、タロポンが送ってくれたこのカップめっちゃ好き。ゆうちゃんおつたき様ね。カニの本場に住んでいるの。新潟ってカニの本場なんや。初めて知ったわ。わかんない。マシャタン、じゃあ新潟に来てカニおごって。ゆりあちゃんに新潟に来てカニをごちそうして。誰もが目を奪われてく。現地まで来ておごれ。これめっちゃいいよ。本当にこれいい。サーモスの良さを知った。ちゃんファンレベルアップありがとう。私も女の子好きなんでね、みんなと同じで。可愛い女の子大好きです。みんなと同じで。可愛い女の子って本当見てるだけで癒されるし、元気もらえるし、なんか明日頑張ろうみたいななるしさ、本当にいいよね。夢ではない、なんて言うんだろう。
本当に頑張る気持ちをいただけるよね。イケメンと可愛い女の子って、やっぱアイドルっていう、アイドルもそうだけど。前ずらしいチョイスのつやす。何？前ずらしいチョイスって何？何？ソーサリちゃん、それ分からん。何や？なんて書いて。ツアツアツ前ずらしら前珍しいチョイスのツヤスなに 前ずらしいって書いてある。なんで ウェルカムコメントは古いやつ。あ、T シャツね。珍しいチョイスのピアス。ピアス、T シャツね。あれね。ウェルカムコメント？前のやつ。ああ、ガチ病応援ね。そうだね。間違え。そうね。ありがとう。教えてくれて。でも今直す気力がない。後で直しときます。シエさん、おつたきめめ様です。昨日までお広島にいました。めっちゃ楽しかった。よかったっすね。いいね。自慢。嬉しい。その気持ちよくわかる。ありがとうございます。どうやって直すんだっけ？これか。オッケー。ブシューマルさん、こんばんは。気力。ブシューマルさんの周平さん、ファンレベル10になってください。よろしくお願いします。タロポンもよろしくお願いします。マシャタンもよろしくお願いします。アハナビダンマヤーと言って、ありがとう。日々頑張っております。ありがとうございます。日々頑張ってくれてありがとうございます。プルリピョコピョコちゃんファンレベルアップ、ありがとうございます。めぐみのちゃんファンレベルアップ、ありがとうございます。 YouTuber YouTuber Away Yourself Oh yeah。 誰もが目を奪われていく。タロポンありがとう。タロポンか、アジサイギフト。Thank you。タロポンハッシュタグタキちゃんじゃね、間違えた。タロポンファネビラップありがとう。タロポンファンファン募集中。ありがとう。カラオケイブなんでね、カラオケ歌いたいと思います。「ホントアイドル」っていう曲人気よな。
どうして君が泣くの？まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのがどっちかわからなくなるよ。辛くただったはずの今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから。遠くで灯る未来、もしも僕らが離れてもそれぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだったはずの歩幅、一つのように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき笑顔でいられるように、ひまわりのようなまっすぐなその優しさも、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言うかな。みーちゃんこんばんは。のび太くんって。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、ひまわりのようなまっすぐなその優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。本当の幸せの意味を見つけたから。てちゃんにみょんぷちゅっちゅありがとう。こたろさんもごんくるみに50カウントありがとう。しげるブラックちゃん、キラミラーボールキラありがとう。トラポンファニミラーぷちゅろんぐちゃんファニミラーありがとう。たきちゃんにみょんぷちゅっちゅありがとう。みんなありがとうございます。ありがとうございます。この歌いい曲だよね。この歌を
聴いた時は本当にいい曲、いい曲っていうかアニメ相変わらずうまいですね。ありがとうございます。ちょっとあくびしちゃうから全然下手くそやなと思ってたけど、よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て、周り中取り囲むなんてたくさんな宝物、陸にあるもの全部手に入れた、何に使うものかも知らないの名前も、ねえこれ欲しい、20個もあるのだけど足りない、何か人間の住む国でみたいな素敵なダンス、そして歩くなんて言った、足ひれじゃ遠くへ行けない、足がいるわ踊ったり散歩したり、どこを歩くんだっけ、道歩いて走って日の光浴びながら、自由に人間の世界で何でもあげるわ、ここを出て暖かい砂の上で眠れたら、陸にはいないわ、あんなわからずやわ、私は子供じゃないのよ、ああわからないことたくさん、教えてほしいことたくさん、なぜ火は燃えるの教えて、いつの日か肉の世界の果てまでも行きたい、人間の世界へ。じゃあアニメオンプチュッチュありがとう。モトベラーズってどういう歌なんだ。パチパチありがとうございます。アリエルだけ唯一好きなんですよね本当に。ほう、幼い微熱を下げられないまま、神様の影を恐れて、隠したナイフが似合わない僕をおどけた歌で殴慰めた、色あせながらひび割れながら輝く術を求めて、君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。
る。きっと今は自由に空を飛べるはず。夢を濡らした涙が船原に流れたら、ずっとそばで笑っていてほしい。スピッツ。この曲知ってる。なんかよく歌ってないテレビで。切り札にしてた見えすいた嘘は、満月の夜に破いた。儚く揺れる髪の匂いで、深い眠りから覚めて、君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。ゴミできらめく世界が僕たちを拒んでも、ずっとそばで笑っていてほしい。当時主題歌だったドラマ白線流し。え、なんだそれ。ぺちゃんにみょんぷちゅっちゅ、ありがとう。懐かしい。まあ、聞いたことある曲って感じ。君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。夢を濡らした涙が船原へ流れたら、ずっとそばで笑っていてほしい。でも最近聴いてる曲はリップスライム。やっぱ夏になると、夏に近づくにつれケツメイシとリップスライムを流してしまうよね。ありがとうございます。たくちゃんにもぷちゅっちゃありがとう。どこの夏のシャンシャインベイベイって、ドドドドドンドドドドドンドド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 ドンって始まる。どこの夏の楽園ベイベー、どこの夏のサンシャインベイベー、サマーゲン、おーおーおー、サマーデー、ライフタイム。もう本当にもうそれがもう頭の中でずっと夏になって流れてるんですよ。楽園ベイベーとか、もうてなすレッツダイヤー、あなたなら、あ、私なら、うん、燃え上がる恋のダイヤーみたいな。本当にずっと頭の中に流れてるのよ。そのリップスライムってすげえ。TOKIO さん、永瀬さんの主演、あの TOKIO さんの主演の映画で、あの印象的な、あの歯ブラシの歌、歯ブラシはいつものようにっていう、なんか歌ってなかった、永瀬さん。すっげえそれが印象的です。てかその時の永瀬さんめっちゃイケメンだったよね。超かっこいいよね。今でもうめっちゃなんかイケおじって感じだったんだけど、あの歯ブラシの歌、あれめっちゃ好きやったよ。ママがすごい好きで、永瀬さんのこと。ママイケメン、ママもイケメン好きだから。新潟で夏に、いやでも、ね、メンツがさ、リップスライムとか来てくれればよかったんだけど、来ないからね、リップスライム。まあ、言うてスカパラ見たいなとは思うんだけどね。スカパラ、スカパラはすごい楽しそう。だから一回見て楽しかったから、ちょっともう一回なんか
でスカパラのみのライブ行けばええやんって思っちゃうんだよね。そうするとわかってる欲しいんでしょ。私あのアイソレーションできないんだよね。首だけ動かすのダンス苦手だから。どうやってんだろうね、あれ難しい、あれマジでできない。ダンス上手い人よく首動くよね。あとインドのインド人。てててれれ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 れ。私めっちゃあの子たちのファーストテイクのあのラフさがすごい好き。あとあの一発じゃ足りないのかい、二発目を代わりしたいの人たちのあの三度目をドゥドゥルルルル死の子の言うなよ、ろくでもないの人たちのファーストテイクが面白すぎて、面白すぎていうかファーストテイクってめっちゃ緊張感が伝わるやつなんだけど、それはその2つの組はマジで緊張感伝わんないし、めっちゃ歌う、めっちゃうまい。そのまま音源だった、そのまま音源やった。ひろいちさんこんばんは、ピンコンポチュッチュありがとうございます。ひろいちさんこんばんは。スカがパラダイスですからね、本当に絶対楽しいんだよ。てか楽しかったんで一回見て、どんな未来がこちらを覗いてるかな、君の強さと僕の弱さが分け合えばどんなすごいことが起きるかな、ほらもうこんなにも幸せね、いつかは一人、いつかは二人、いやもっともっと大切を増やしてゆこう。何歌おうかな。フジロック行きたいな。フジロック別に1日だけでもいいわけじゃん、フジロック参戦するのって。行きたい。できるだけ嘘はないように、どんな時も優しくあれるように、人が痛みを感じた時には、自分のことのように思えるように、正しさを別の正しさでなくす悲しみにも出会うけれど、水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる、悲しい声で歌いながらいつしか海に流れ着いて、光ってあなたはそれも見ぬでしょう。今思ったけど、なんで福島大空フェストでサンバマスターさんと共演してないんだろう。私
自分の背中は見えないのだから、恥ずかしがらず人に尋ねるといい。心は誰にも見えないのだから、見えるものよりも大事にするといい。毎日が重なることで会えなくなる人もできるけれど、透き通るほど淡い夜にあなたの夢が一つ叶って、歓声と拍手の中に誰かの悲鳴が隠れている。耐える理由を探しながら、いくつも答えを抱えながら悩んで、あなたは自分を知るでしょう。誰の心に残ることも目に焼き付くこともない。今日も雑音と足音の奥で私はここだと叫んでいる。水平線が光る朝にあなたの希望が崩れ落ちて、風に飛ばされるかけらに誰かが綺麗とつぶやいてる。悲しい声で歌いながら、いつしか海に流れ着いて、光ってあなたはそれを見るでしょう。あなたはそれを見るでしょう。ありがとう。地元のロックフェス行くわ、行くんだ、いいね。シゲルブラックファーディベロップ Thank you。 シゲルブラックからアニメオンプチュッチュ、ありがとう。ヘッちゃんもアニメオンプチュッチュ、ありがとう。パクちゃんもアニメオンプチュッチュ、ありがとう。明日の配信は、お昼の12時にしようかな。ね。明日の配信は、あなたはそれを見るでしょう。ね、12時と、16時かな。16時と明日どうなんだろう、何時に終わるんだろう。しようかな、ちょっと決めてファンルームでご連絡いたします。みんなパチパチありがとうございます。拍手ありがとう。さくちゃんもアニメもちちありがとう。では、今日の配信こちらで終わりたいと思います。あみーちゃんハートありがとうございます。ではランジアップしていきたいと思います。皆さん今日も、2枠かな、ありがとうございました。 Thank you、 ありがとうございます。で3位、いおりちゃん、ありがとうございます。12位、ハムちゃん、ありがとうございます。11位、とりおやじちゃん、ありがとうございます。10位、ゆうちゃん、ありがとうございます。9位、かぴよちゃん、ありがとうございます。8位、ちぃちゃん、ありがとうございます。7位、さんちゃん、ありがとうございます。6位、すのすのさん、ありがとうございます。5位、ねばふぃちゃん、ありがとうございます。4位、じゅんぼうさん、じゅんぼうちゃん、ありがとうございます。
3位てっちゃんありがとうございます。あ、3位たくちゃんありがとうございます。2位てっちゃんありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、しげるブラックちゃんありがとうございます。誕生皆さん、アリーナ席の皆さん、ホストから応援してくださった皆さんありがとうございます。歌聞けてよかった、ありがとうございます。あんまり歌わかんないってよくてっちゃんが言ってたからさ、あんまり歌わかんなかったら申し訳ないなって思ったけど、もっと歌聴きたかった、ありがとうございます。10月にリップスライム来るみたい。ちょっとそれは行かなきゃいけない案件。いちたちゃんおつたき様、みんなおつたき様です、ありがとうございました。この枠も星内関東ゲストポイントご協力。そうなんだ、後で米100票フェスのやつ見とくわ。では最後の挨拶、ありがとうマシャタン、おつたき様でした、ありがとう。今日も一日おつたき様です。今日は暑かったのでね、みんなねちゃんと水分とって寝てください。夜も暑そうなんでね、まだ全然半袖でも夜も暑いので、なんか枕とか冷え枕とかいるかも。自爆でファンファン、おお言ったなありがとう。ではおつたき様でした。また明日。ありがとう。